皆さんおはようございます。今日は10月の30日ですね、日曜日です。今午前9時ちょっと前なんですがね、これからね田村市総合運動公園の方行ってね、運動するために向かっております。実は今日ね午前10時からですね、うちの妻がね出店参加しているフリーマーケットがありましてね、そちらの方にね行って、今日は動画の撮影をして、YouTube の方にアップしたいと考えてます。今運動を終えてですね、戻り足です。今日はこれからね妻が出店参加しているねフリーマーケットの会場の方に向かおうと思っております。ところでね、今日はね友達というテーマでねちょっとお話しさせてもらいたいなと思ってます。私はね友達、俗に言う皆さんが友達と言ってる友達は少ない方だと思います。でその友達が少ないことを私ね何て言うんですか、悲観したこともありませんしね、寂しいと思ったこともありませんしね、どういうわけかね友達というのはやっぱりどうでもいいような友達は私友達だと思ってませんしね、だから単にね同級生だから友達だとかそんなレベルの話じゃなくてね、やっぱり友達っていうのは自分にとってやっぱ何て言うんでしょうね、これ私の考える友達ですよ。やはり価値観が同じであったりね、あといていろいろ話してもフランクに話してこう何て言うんですかね、心地いい気持ちでねいられるとか、まあ、そういう人間とのこう付き合いが友達だと私は思ってるんですよ。だから私にとってねまあどうでもいいような関係っていうのは私は友達とは考えてませんのでね、だから私は友達多分そういう面でいくと非常に少ない方だと思います。ただ少なくてもねその何て言うんでしょう、悲観的に考えたこともありませんしね、それは全くそういうことはないんですよね。で私今運動公園に行っててね、この7年ぐらい前から行ってるんですがね、運動公園に行ってる人たちとね友達になる確率ってのは非常に高いなーなんて考えてるんですよ。でなぜかなーなんてね考えたことあるんですがね、やはりね同じ目的とかね同じやっぱり方向を向いてる人たちとはねやっぱり話題性も含めてねいろんな意味でフランクに話しやすい、でそういう面で友達になりやすいってことなんでしょうね。だそれは運動公園に来てるね、それは年に関係なくね若い子たちとかね年配の人でもね、あとペットを連れてきた人であればなおさらね、このワンちゃんを話題にした中でのねこう話とかこう非常にフランクにできてね、なんかねその非常になんつうんですかね爽やかな感じのお友達に慣れてますね。だからこの7年間で相当多くのね運動公園を通しての友達っていうのは増えましたね。まあだからね私なんかねまあ若い人たちに言いたいのは、友達が私少ないとか多いとかっていうことでなんか悩まれる方いるようですがね、友達が多いからといってどうってことないんですよ。少ないからといってどうってことないんですよ。大切なのはいい加減などうでもいい友達は友達じゃありませんのでね、そういう人たちの関係はなくていいんです、ゼロでね。自分にとって本当は友達と呼べる人という関係ねはね、やはりねそのなんて言うんでしょうね、自分がねお互いのこう立場というものを価値観を認めてね尊重し合っていろんな話を率直に素直にね大切にね語り合えるね、そしてその人たちを大切にできる、そういう関係が友達だろうと思いますよ。でそういう中でまた特別な友達が親友と呼ばれるもんだと思いますね。まあ親友なんてのは私は一生に一人持てれば大したもんだと思ってるぐらいの、そのぐらい稀な存在だと考えてますからね。やっぱり普通のね人にとっては一番の親友っていうのはね、これは当然結婚しているんであればさ自分の配偶者でありますしね、ね、その配偶者も親友にできないぐらいだと逆に言うとこれは問題が多いなとは思いますがね。ですからねその配偶者の他に親友ということになると、これはねなかなか得がたいものだと思いますよ。ですからね親友がいないかいるかで悩まれることはありませんね。今親友がいない方でも必ず一人は現れると思いますよ。
ね、そんな親友が複数人数いる必要はありませんし、複数人数親友がいるなんていう方はほとんどそれは多分本当の話ではないと思います ね。そういうことでね、友達というものをね、いろいろ考えてね、友達の代償、数の代償で悩まれるなんてことないようにね、していただきたいな、特に若い人たちにはね。以上です。これは私のね、独断と偏見でお話ししましたね。ご視聴ありがとうございました。Thank you.